まみちゃんです。今日はですね、ユニバーサルシティウォークに新しくできたピンククラウドってお店に行きます。で、このピンククラウドなんですけども、なんと USJ の直営店なんですよ。まあ、直営店で言い方おかしいんですけども、まあ、ユニバーサルシティウォークのお店って、まあ、大体ね、その、まあ、他の会社の、まあ、お店が多いんですよね。ですけどピンククラウドは USJ のお店なんですよ僕もなんて説明したらいいかよくわからないですけども、早速ね行ってきます。でもそのお店がなんかデコ盛りのお店らしくて、なんなんデコ盛りって、デコに乗せんのかなスイーツを すごいほらメニューもめちゃくちゃ美味しそう。はい、じゃあできました。これすごくない？これがなんかデコ盛りらしいんですよね。で、僕一個だけちょっと気になったのが、あのピンククラウドの看板の文字あるじゃないですか。あれがね、完璧なペルシャ文字だったんですよね。はい、じゃあね、早速ね、いただきましょう。これすごいな、ほんまに。いや、これどこから食べたらいいん？なんかマニュアルないんかな？食べるマニュアル。じゃあね、いただきます。これ僕の大好きなイチゴですね。うまそう、ほら。こんなんです、こんなん。めちゃくちゃうまそう。うまっ！このクリームとイチゴソースがめちゃくちゃうまい。で、これ上に、その食べたらパチパチする、イチゴ味のポップロックキャンディーが入ってるんですよ。これがめちゃくちゃうまい。うまっ！うわ、ちょっとパチパチ言ってるわ。めっちゃうまい、これ。たっぷりのイチゴソースかかったイチゴですね。これ絶対うまいわ。うん、うまっ！これイチゴ好きには絶対たまらへんと思うわ。見た目も超可愛いし。あとこれね、量がえげつない、マジで。あー、これタピオカの次これ来るわ、時代。あー、冷た。中はシャーベットになってますね。めっちゃうまい。デコ盛りデコ盛り、元気もりもり。これはあかんな。中がちょっとスポンジケーキになってます。で、しかも今日ね、暑いんですよね。その暑さにこのデコ盛りのいい感じの冷たさがめちゃくちゃ美味しい。この可愛いね、ハートいただきます。うん、このハートはかなり薄味のチョコっすね。うん、うん、めっちゃうまい、これこれもね、チョコですね。量がすごいうわ、下の方がめっちゃ冷たい。めっちゃうまいこのシャーベットの中にイチゴの果実が入ってる。それがめっちゃうまい。はい、じゃあね、ごちそうさまでした。もう最高でしたはい、今日はですね、ユニバーサルシティウォークに新しくできたピンククラウドのデコ盛りスイーツを食べました。で、これね、めちゃくちゃ美味しかったです。でもですけど、結構な、まあ、量が多かったんで、ぜひ皆様の、ね、興味があったら買ってみてください。はい、じゃあこれからもいろんな動画を上げると思うので、ぜひチャンネル登録というか、そういう通知のボタンを忘れなくて、というわけで、バーイ